願いします。これいつでも撮れる。すいませんね。違う。あ、そう。うん、あ、まあいいじゃない。マッチは？そう、カーストってちゃんとね、こうやって密着してるんです。あ、舞台だった。そう、パスが、で、舞台はこっちじゃないですか？ジップだよ。あ、これ、あ、ジップだ。あ、ジップ、ジップ。どうですか？何が？カメラを意識してる。上手ですね。でもなんかそれもいいけど、この感じどう？終わっちゃう。やっぱ銀髪は生えた方がいいですよね、今日。それありきのこのスケジュール。なるほど。わあ、すごい。すごい。これすごいですね。え、1月2月だっけ？2、3月。2、3。あ、じゃあまあちょっとこういう色が入ってる、3月が色入ってる方がいい。ブロマイドだったらやっぱりすごく応援してくださってる方が買うグッズだから、あんまり見たことがない山田裕貴っていうのを見せるのを意識してるから、普段の収録の時とちょっと違うような、まあ今回ですと先に言っちゃうと古着とかを使っていただいたり、あとはまあ色使い、普段できないようなテレビの収録じゃ浮いちゃうんじゃないみたいなこととものとかも使ったりして、まあでも何よりやっぱ被写体が良くなるのは大前提のことを意識して選んでますね。これってさ、逆なの？おしゃれで反対に来てるの？本当に間違えました。あ、そうなんだ。ちょっと待って、わざとかと思って全然違う。そんなことない。違う。全然違う。緊張しすぎじゃない？今日に対して。パジャマが出てくる。あ、出てくる。わざとって。わざといね。わざといね。これですか？ジャケットから全然違う。なんかそういうおしゃれだった。全然それでもおしゃれだったんだけどさ。なんかおしゃれ。うん。完全に。スパイダーマン。本当ですか？ちゃんとスパイダーマンだった。なんだ、かわいい。なに、かわいい。あざとい。いやいや、あざとい。え、じゃあこれで。今のうちに仕事のメールを返信します。モノクロにしてみる。あ、モノクロ全然全然あり。2月はモノクロで銀を今日見せたいっていう。あ、でも3月でそれやれるのもったいない。あ、まあいや、2、3はどっちも連中銀髪だから、あれだ、顔だけ色を変わって、顔だけ色変わって、あー、だって密着が入ってるんですよ。別に大丈夫、使わない、使わない。マネージャーと車乗る。やっぱり普段すごく支えてくださってる方々だから、感謝の気持ちもすごく持って常に接してます。あとはやっぱり皆さんがどういったことをしてるかっていうのも常に注目しながら、それがまあ会話のネタになったりして、まあ仲良くやることが一番です。ダメかな？あ、絶対ダメです。ちょっと違う感じじゃない。あの、M ステで一緒に演奏してくれた、あ、カティーンさん。ゆきさんとやったんですよね。やってよ。名前書いて。ワッチ。マネージャー、ワッチ。あ、じゃあ、一旦、もう、ここはいいじゃん。いい感じ。安度が増して良さそうじゃない？まあ、あの、俺全然その普段のセットアップとかじゃないのありだと思うんですけど、まあちょっと度合いによると思う。わざとくてもこれでいいぐらいじゃない？ちょっと色強いかな。色強い。厳しいな。いやいや、今撮ってましたよ。結果何になってたっていう。
ットの中に自分が映ってね、なんかズームで見えなくなっちゃったよね。やりましたね。変なやつやりましたね。あ、影言ったのね、それ。影言ったの、ね、影言った、ね、影見ましたもん、ね、サンプル待ちません。最後この脱いだ靴だけとかマジで公式は1本持ってる引用についてやったぜ。え、公式の公式か、公式じゃないっすよこれ。え、嘘公式ではない、なんかすごい盛り上がってるアカウントです。全然公式じゃないっすこれ。そうなの。はい。あ、非公式ってプロフィール書いてありますよ。それに1本取られてる。うまい。一番1本です。なんだよ、非公式かい。1本取られたわ。ありがとうございます。ああ、もう絶対いいと思います。ここで、はい、了解です。いえいえ、さようです。大丈夫です。大丈夫です。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、奥側に。本人がその、まあ、今回だったら映画の取材、映画に関する取材に対して答えている姿を絶対しっかりと見ておきます。やっぱり本人がその取材でどこを一番伝えたいかっていうのを聞いとかないと、仕上がりのものを見た時にあれ思ってたのと違うとかいう時がまあゼロではないから、絶対にその本人の熱の変化は意識して聞いてます。役柄をご紹介させていただきます。若くして小説家としてデビューするも、その後鳴かず飛ばず鬱屈とした日々を送る主人公新一を演じられました山田裕貴さん、お願いします。はい、一日頑張りました。いや、いいっすよ、通ってください、通ってください、通ってください、別に切ればいいだけで、そのテレビになっちゃってるプロマイドの撮影もし、収録もし、舞台挨拶もし、終わりました。幅広いです、ね、幅広いですよね。なんか何喋ればいいんだろうね、これはね。お疲れ様でした。恥ずかしいですね。顔隠してよかったと思います。まあ少しでもね、こういう仕事何してるか実際わからないしね、これを機に知っていただけたらと思います。昔からのちょっと夢でブームを起こしたいっていう考えがすごくあって、それを実現するにあたってやっぱり自分は出る側の役には、出る側の人間ではないので、間接的にそういったことに関わるお仕事ができたらいいなって思って、あとはやっぱり
人を支える仕事っていうのをしたかったので、そこを組み合わせた時に芸能事務所でタレントのタレントをプロデュースするっていうのがいいんじゃないかと思って、この渡辺エンターテインメントを選びました。やっぱ好奇心をずっと持ち続けること、どんなことでもあこれなんだろうと思ったら知ろうとして、そしたらそれが仕事に生かせることもあるし、誰かと会話してるときにそれがつながることもあるし、時事ネタとかももちろんそうだけど、幅広い知識を得ることができるから、やっぱ常に好奇心を持ち続けることはマネージャーにとっても、まあ、多分普通に生きていく上でも大事だと思います。やっぱり小さい頃とかに見てたタレントさんだったりに会えたことかな。具体的な名前はちょっと挙げられないけど、結局ミーハーな気持ちがね、この世界では大事だと思うから、そんな理由でもいいから些細なことで楽しんでます。ありがとうございました。密着ありがとうございました、はい。